アルバイトとインターンの違いって何ですか？アルバイトっていうのはどちらかというとこう、まあ、業務を振り分けられてそれを自動的にやっていくっていうのが基本じゃないですか。例えば、まあ、その会社ね、例えば飲食店とかだったら皿洗いっていう業務をやってください。ホールスタッフっていうのを募集してやってください。そこを任されて、まあ、その業務をこうずっとねやり続けたりとか、あ次これやってとかっていう風に本当にこう助っ人じゃないですけども、こうスポットで由来された業務をずっとやるっていう、人たち人材やと思うんですけども、インターンでどっちかっていうとこう社員とかね、あの会社のメンバーの一人としてどちらで仕事を振ったりとか、それぐらいの業務をできる人材に育てていこうとするし、教育もしてくれるんで、どっちかっていう業務が能動的です。例えば今自分がこの会社に入って何ができるかなとか、目標はこれがありますと、やり方は問いません、どうやったら達成できるか考えてやっていきましょうっていう風な仕事の仕方だと思うし、僕の会社の場合はそういう風にやってます。